笛でフリーキックはサンゴリアスボール、すぐに仕掛けた。一番外外してリターン、中村亮斗この位置、ここにもう早くもマッケンジーがいると。そうですね、うん、またアドバンテージですね、攻めるとペナルティーですから。はい、打ち出して田村、クロスを使って一番外、テビタリーが待ってる。8トライを取ってますが、立ち合いにはテビタリーが、今シーズンこれが9トライ目。そうですね、あの辺ですよね、やっぱりこうワンオンワンでやっぱり突破できるっていう強さがあるんですよね。松井君もしっかりマークしてたんですけども、最後ハンドオフで落とされましたね。このキックパスが通って、1回目チャンスあって2回目もここですね。でしたね。前節を終えてイスラエル、ホラウ、さらには竹山と8トライで並んでましたが、今日また1トライを加えました。上半身も強くてですね、はい、なかなか捕まえづらいっていうところなので、まあ、しっかり足に絡まないと止まらないっていう形ですね。リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。